どうも、キスケです。ということで、無料ブロリーが追加されたので早速使っていこうかなと思います。ごとつですね。もうこのとつ上げシステムマジやめてくれへんかなって思うんやけど、俺だけかな。で、打撃と射撃を持ってくるブルー属性の防御タイプになります。で、この辺は何もなし。射撃は、あ、アーマーついてるんですね。はい。で、必殺アーツがプラネットクラッシャーということで、あの紫の、変身ブロリーの、モーションになります。必殺4ダメージ 20% アップ、ヒット時3枚手札破棄、一部を除いて他の必殺アーツに打ち消されないと。で、特殊アーツ、これその場の、特殊アーツですね。カードを1枚ドロー、気力を50回復、4ダメージ 25% アップ、気力回復速度を 50% アップということで、まあ、ランダムドローなんで必殺アーツ引っ張ってきて気力50回復でそのまま打てるっていう利点がありますね。まあ運になるけどね、その辺は。で、メインアビリティ、自身の体力を 15%、気力を100回復で、バニシング 100% 回復、これはいいぞ。で、ドロ速1段階アップ、20カウントと。で、 Z アビリティがこんな感じ。サイヤ人イベント限定強大な敵と。で、ユニークアビリティがバトル開始時4ダメ 80%、 被ダメ 60%、ドロ速1段階アップ、気力回復速度を 50% アップ、敵バトルメンバーにサイヤ人、根血サイヤ人がいると4ダメ 20%、 被ダメ 10%。 なんでこれ根血サイヤ人がいると4ダメージ上がるんだあれなんでだ、戦ってないよね、劇場で。おかしいな。で、さらに敵バトルメンバーにサイヤ人、もしくは根血サイヤ人が2人以上いると4ダメージ 20%、踏ん張り。マジか。強くね。今の PVP ってまあサイヤ人と根血サイヤ人ばっかりなんで、これは強いぞ。で、アーツ使用後、気力が50以下の場合、気力を10回復、4ダメージ 25% アップ、バニシングで回避した時打撃圧をドロー、気力を30回復、打撃4ダメージ 20% アップ。敵の攻撃終了後受けたダメージの 30% 回復、カバチェンジ体力 10% 回復、受ける被ダメージの属性相性不利を3カウント無効化ということで、強くね。普通にマジ強いんじゃない。だってまあ冷静に考えると、今劇場版パーティーもまあ今月でしょ。で、 GT パーティーも悟空ベジータ4と龍拳悟空4が入ってることが多いんで、まあ、これでサイヤ人2体、編成されてることになるでしょ。サイヤ人と根血サイヤ人2体以上入ってないパーティーってあるかっていうレベルで、結構踏ん張りつくんじゃないということで、当然劇場版パーティーでウルトラコジータブルーと組み合わせて使っていこうと思います。よければチャンネル登録高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。お相手悟空ベジータ4とビーストが入ってるんで、これで踏ん張りがつきますね。うん、なるほどね。やっぱ入ってるよな、2体以上は。逆に2体以上入ってないパーティーがマジで珍しいレベルだと思うんだけどな。 OK、 ナイス。いやー、これ捕まえれたんでかい。で、一応ブロリー防御タイプなんで、まあ、ある程度相手の攻撃を耐久してくれれば個人的には嬉しいかなとは思うんですけど、ただまあ言うて無料キャラクターかつごとつなんで、まあ、あんまり見込めないでしょうね。強っゴジータ強よ。笑っちまうレベルで強えな。はい、最速取られないタイミングで打っていく。タックル。うわー、これちょっと遅れたか。うわ、ちょっと予想外。さあ、しっかり変える。ブロリーで受けていくよ。こいつ踏ん張り持ってるって気づいてない人いるんじゃね？ワンチャン。はい、範囲特殊。いや、悪くないよ。やべ、鼻水が出てきちゃう。オッケー。いや、これはさすがに。ライジングじゃなければ、まあ、キャラチェンしておこう。クイックアタック。オッケー。メインアビリティで見た方が良かったか。うわー、マジ？いや、ライジング溜まってそう。
いや、うめえ。溜まってないのか。それはありがたい。ありがたしい。つえー。くしゃみ出そう。うっうっやべ。ごめんなさい。はい。通常で返して、まあ、特殊アーツは、さすがにゴジータで受けようか。OK。ゴジータで打とう。打撃キャン、うわ、打撃キャン振りたかったのに。やべ、鼻水が出ちまう。マジで。OK。シュー。いやー、これ、必殺アーツ手札ありすぎ。マジで。手札にありすぎなんだが。通常で止めようか。打撃キャン振って、全然攻めてこうへんやん。どうした？うわー出た。クソ害悪侍。はい。あー、特殊カオちゃんまだ残ってんだ。やるね。ユニークゲージマックスなる前に死ぬか、これ。オッケー。ナイス。無理やり行ったったわ。ただ死にそうなんで、いや、まあでもこれパンちゃん間に合うね。よし。あー、噛み合っていく。スラメシアン。はい、踏ん張りですよ。知らんねえ。まあ、知ってても打つか、このタイミングは。てか、それより鼻水が出そう。鼻水が出ちまうよ。さあ、いや、これ踏ん張りついてんのマジ優秀やな。はい、踏ん張り。ありがとうございます。これ入らないんだよな、このモーション。OK? はい！いい！いいぞ。よし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 。ナイス。シュッ。悪くない、火力。よーし、ビースト落としたんでかくね。で、メインアビリティで体力回復もできる。しかもこれで、ランダムなアーツをドローできる。強いんじゃないか、マジで。普通に強え。あざっすさあ、これどうする？これ、キャラチェンできないんじゃない？で、これ、泥速2段階上がってるんでね。メインアビリティ発動したんで。やべえ。あはははは。ああ。いや、でもまあ、あんま関係ないけど、できるだけアーツぶち込んで、ライジングでいいんじゃない？はい。え、ブロリー強え。マジ強え。ほんまに強い。泥速2段階、踏ん張り、火力もまあそこそこ、耐久は回復力があるんで、まあぼちぼち耐えれる。悪くないな。優秀侍だと思います。これは特殊アーツで気力回復していつでも立ち回れるようにしておこう。しておこう。強侍。これはゴジータブルーの圏内に入れよう。あ、でもブロリーで落とせんじゃね、これ。え、いけそう。強っ。マジかよ。やるね。さあ、マッチングしましたということで、混血とサイヤ人がいるんで、踏ん張りがつきます。てかさ、共闘ってさ、スキップチケット25回1日使えるでしょ。あれなんでなの？あれなんで？マジで。理解できひんねんけど。1日15回でしょ、だって。マックス持てんのスキップチケット15回なんで、15回以上できない。で、まあ最低1日3枚交換できるんで、まあ交換しても18枚でしょ。どっから25っていう数字が出たんだ、マジで。普通に理解に苦しむんだが。シュー。必殺アーツをドローですよ。ブロリーが1試合目でマジで強いことが分かった。ただな、劇場版っていうことでビーストと被ってんのがマジで辛いよな。おお、クイック移動からの R2 やばすぎ。やばすぎ侍。これ体力回復できるんでね、俺もこうしちゃおうかな。じゃあ外しちゃおうかな。じゃあライジング。オッケー、必殺アースでいこう。どんなに頑張ってもさ、プレゼントボックスに収納できひん限り
1日18回が限度やのに、なんで25回できるようにしてんだろうな。15枚以上持てないよね、あれ。交換できひんかったイメージがあんねんけど。アップデートで変わったのか。で、前からそうやったからあんま意味ないよな。おお、タックルからの R2。先日の背の字もなし。ドラゴンボール回収されていく。さすがに死なんと思うけど。まあでも回復力があるんでね。ぐん。回復しろ。蘇れ。シュー。通常で返して、これライジング飛んでくるんで、パンちゃんで。あ、そうか。短期間と短縮ができない。メインアビリティが止められてるんで。あ、いいね。あぶねえ。これ射撃圧。で、こうでいいや。はい。手札3枚破棄。強し。メインアビリティも使っちゃうか。あい！打撃圧がねえや。マジかよ。打撃圧がねえや。いや、耐えるはず。え、無理。ああ、いけるか。さすがにね。アーマーなしの中距離打撃マジかっこよすぎて、俺にはマネできないんだが。最高戦術か？その戦術にお前は溺れたんだよな。メインアビリティで見ます。さらに特殊圧で見ます。中距離打撃来い。はい。まあまあまあ、いいんじゃない？ OK。対戦ありがとうございました。やっぱ体力回復あることによって生存力がめちゃくちゃ高いですね。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、無料ブロリー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いや、このゲームはね、本当にブロリーが優遇されがちなんですけど、いや、無料とは思えないぐらいのスペックがあると思います。やっぱ踏ん張り、まあほぼつくし、で、まあパーティーに採用しといて、そのまあ踏ん張りつかへんパーティーそうやなと思ったら別に出さなきゃいい話やし、で、しっかりメインからドロソグ2段階で火力も稼げるし、必殺圧で手札破棄で時間稼ぐこともできるし、いや悪くないぞ。うん、マジで無料キャラクターを超越せしキャラクターなんじゃないかなっていうレベルで、まあ、強かったと思います。ただビースト持ってるならビーストでいいと思います。これが今の PVP の現実です。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。